<laughs> はいそうですねあの僕あの、グループとしても活動していまして、えー、超特急では絶対に見ないであろう姿っていうのがリアルでいいかなと思いましてそもそもこの、えー、辻褄を作るにあたって。 作り込むことを一切したくないっていうところから、えー、あ,のあの本のカットの中には、えー、すっぴんでひげ、えー、面でっていうのがたくさんあるんですけどその中でもよりあひげが生えててっていうまあリアルな僕が出せたっていうのがグループではできないことですし今回のこの「つじつま」というフォトブックで。 えー、出せたっていうのがなんかすごく嬉しかったなと思ったので、はい、選ばさせてもらいました多分、皆さんが想像されるこのアイドル、長特急拓也としての姿とは真逆の感じがなんかこうギャップで皆さんにも驚かれるんじゃないかなと思ったので非常に珍しいなと思うんですけど、はい、そちらについても教えてください ま,まず僕があの本を読むことが、えー、好きなので、まあ、今すごいデジタルな世の中になってきて、えー、本も、えー、漫画も、えー、携帯とかでタブレットとかでも読めるような時代になってますけどなるべく僕は単行本を買ったりとか、えー、紙で読むようには昔からしていますなので本が好きっていうところも1つ理由であとはフフォトグラファー今回この作品を撮ってくださったフォトグラファーでもある前さんとの出会いが。 えー、大きなきっかけかなと思います。前さんがすでにこのこのサイズ感で自分の自分が撮影した、えー、あれもなんて言えばいいんですかね、写真の写真のこう本なんですかねを前さん自身が自ら作られていてそれを見たときにあすごくこう新しいなと思って今までにないこう感じだったのでそういう風うにしたいなと思いました。なんかこう ザ・写真集みたいなことは僕もやりたくなくてというよりかはなんかこう日常に溶け込むような作品にしたいなと思ったのでこのよううなサイズ感にしましまた、はい、そうですねあの僕、すごくあの周りから童顔って言われてあまりこうファンの方々からもあのもうすぐ30になるってこう言,わ言われないんですけども、まあ、僕個人としても。 あの何度かこう写真集グループで写真集とか個人でスタイルブックとか出させてもらっていましてで20代最後のタイミングでこれを出すことによってよりなんか自分を見つめ直すきっかけにもなるんじゃないかなと思ったので、えー、今回、このタイミングで出させていたただきましたね、はい、それがですねちょっとまだ渡せてなくてですねなかなかこう会う機会もちょっとなくてですねあのまだ渡せてないので。 ちょっと早くあのしおりにサインを書いて渡したいなと思って感想を聞きたいなと思っております、はい、そうですね、あまり僕はその自分の作品を人からこう感想を求めるタイプではないのであれなんですけども、まあ、でもきっとうんメンバーだったらいじられるんじゃないですかね、なんかストレートにここ良かったねとかっていうよりかは、何この顔とか。 何このヒゲズラとかで多分きっといじられるそっち側な気がしますはい <laughs>、はいえっと、山中湖を選ばせていただいた理由は、まあ、富士山がもともと好きだったっていうのもあってその好きな理由が、えー、昔家族で、えー、どれぐらいの頻度ですかね、まあ、1年に何回数回、えー、富士急ハイランドによく家族で行ってましてでその時にこう通ってきた、えー 富士山を見ながらこう高速道路を走っている思い出だったりとかそういうのがあったので僕の中でも個人的に別に富士山に登ったとかっていうわけではないんですけど個人的になんかちょっとあの景色が思い出深いなっていうのがあったので、えー、今回、山中湖に行かせていただきましたあとは個人的にも麺類がすごく好きでほうとうが好きなのでほうとうを食べれるよっていうことで、えー、<laughs> 行かせていただきました。はい <laughs> はい はい、いただきました。すごく大きな、なんて言えばいいんですかね。あれね、器、器なのか。はい。鍋,鍋もうほ,ほぼほぼ鍋みたいな。はい、ので、いただいて、すごい美味しかったです。はい。